UR-500 プロトン初期設計図 UR-500 プロトンによるザーリャ打ち上げにて UR-100 ノルマルロコット。上段にブリーズ M と衛星を搭載したモデルユニバーサルロケットもしくは UR ファミリーとはソビエト連邦が開発し2020年現在ロシアが運用している一軍のロケットのことである。その中には大陸間弾道弾及び打ち上げ機が含まれる。 ソ連の全ロケットで同一の技術が使用されることを目論んだ。UR ファミリーはクルニチェフ国家研究生産宇宙センターで生産された。もともとはいくつかの派生型が計画されたが、その中で3種類だけが実際に宇宙飛行士、現状、飛んだ中でも2種類しか現役で運用されているものはない。加えてキャンセルされた。 UR-510ICBM はプロトン衛星運搬ロケットの基礎を形作っている。現在、主流となりつつあるモジュラーロケットの概念を取り入れたもので、共通のコアステージを用途に応じて組み合わせることにより、代償様々な打ち上げ需要に柔軟に対応することを基としたものである。以下、計画段階にあったか現時点でも衛星打ち上げに使われる。 ユニバーサルロケットの派生形を記す。UR-100 とその改良型は冷戦期のソビート連邦での標準的な ICBM であった。ローンチビークルであるストレラやロコットはこれを基本として製作された。UR-200 はキャリアロケットとしても使用できる大型 ICBM にされる予定であった。 1963年11月4日から1964年10月20日までの間に9回の試験飛行が行われた。その後、UR-200 開発計画はキャンセルされて、ミハイル・ヤンゲリの設計した R-36 サタンミサイルと打ち上げ機としての派生であるツイクロンが選定された。UR-500 は超大型 ICBM として設計された。 核出力100メガトンのツアーリボンバを核弾頭に使った時に必須な投射重量を満たすミサイルであるように作られた。開発計画は2回の飛行の後でキャンセルされ、3段目を加えられた後で UR-500 ロケットは2011年現在でも未だ供用中のプロトンキャリアロケットとして再利用された。UR-700 はウラジーミルチェロメーガ ソビエトのガツロケット発射のために設計した重量級打ち上げロケットであった。それは宇宙飛行士を LK-1 宇宙船に乗せたまま月へ直接運び上げることを予定していた。セルゲイ・コロリョフの N- 表面的には UR-700 は中央コアブロックとそれを取り巻く速報横付けブースターで構成されたよく知られるタイプのソビエト連邦で現在でも見られる。 打ち上げ機のデザインに見えた。しかし、従前のソ連製ロケットと明確に分ける一つの特徴があった。第一弾目のエンジンは、第一弾目が燃焼する真中ストラップオンブースターの燃料タンクから、ヒドラジンと赤炎症酸の量推進剤をクロスマイナスフィードされていたのである。これは、ブースターが使用済みになって切り離された時。 中央の機体はまだ燃料が満タンな状態で飛べる。そのため、デッドウェイトを減少し、運搬可能なペイロードを増加させるということを意味していた。UR-900 は、ユニバーサルロケットの究極の応用法であった。火星や金星といった、地球以外の他の惑星への有人飛行を成し遂げる、ための超重量級打ち上げ、ロケットブースターであった。それ自体は、 設計図上の計画段階で終わったプロジェクトとして残っている。ありがとうございます。